えー、アニオンハシムニカ。あ、こんにちは。えー、た、えー、武田薬品の大河内と申します。えっ、ー、と、私は、あの、昨日、日本の大阪から、えー、関西空港というところから、イン空港まで2時間かけて、こちらの会場まで参加しました。で、これから、あの、ICH911Q&A のお話をさせていただきます。で、あの、エニジェンのキム先生から、ICH911 の話をお聞きしている間、 あの、流暢な日本語の通訳をされていただきましたので、まるで、キム先生が日本語を喋られているかのような気持ちになりました。ですので、あの、皆さんももしかしたら私が、あの、途中から彼は、韓国語を喋ってるんじゃないかと思われるかもわかりません。ですので、それ通訳の方には、あの、よろしくお願いしたいと思っています。えっ、ー、と、あの、本日は、あの、こういった機会を与えていただきました、えー、事務局の皆様方、えー、大変ありがとうございます。 えっと、それでは、あの、スライドを使ってご説明していきます。えっ、ー、と、このプレゼンテーションの目的は、えー、i c h q 1 1実施ワーキンググループが出発物資の選定と妥当性について、さらに明確な説明を与え、2017年8月に完成されました Q&A の文書をさらに深く理解することになります。 この資料の説明は省略いたしますが、法的面上、条項が記載されております。また後ほどご確認をお願いします。えっと、それでは、あの、プレゼンテーションについてご説明いたしますが、プレゼンテーションは以下の形式で構成されております。ICH911 ガイドラインに関します背景情報、q 1 1親ガイドラインのセッション、 5.1の ICH-911 の一般原則と主要なコンセプト及びガイドラインの一般原則と Q&A を説明するために開発されました2つのケーススタジィの、ケーススタディの事例です。このプレゼンテーションの資料の恩恵を受けるためには ICH-911 の親ガイドラインと え、ICH-911 の、え、Questions a n Answers の両方のドキュメントに精通していることが推奨されております。このプレゼンテーションでは、他の ICH ガイドラインを参照するとともに、このプレゼンテーションでさ説明されています、概念を理解するために、これらのドキュメントを参照する必要があります。え、ICH-911 親ガイドラインは、え、原薬の開発、 および製造に関する業界及び規制当局への指針を提供します。ICH-911 の適用範囲は化学薬品及びバイオテクノロジー、応用医薬品、また生物学期限由来医薬品を対象としています。これは新規物質と既存の原薬の両方を対象とし、原薬開発に対する従来のトラディショナル、 および、より進んだ、エンハンストの両方のアプローチに取り組んでおります。このガイドラインは、2012年5月に ICH 運営委員会によって採択されました。i c h q 1 1 q a の文書は、i c h q 1 1の第五章に記載されておりますように、出発物質の選定と妥当性に関します 詳細なガイドラインを提供するために特別に開発されました。ICC-911 の5.1説は合成、半合成、生物、生物工学的物質の出発物質の選択のための一般原則として構成されております。第5.2説では特定の出発物質の選定の 妥当性を考慮して検討すべき情報を記載しております。i c h q 1 1 Questions and Answers の文書は提案されました構造プロセス、製造プロセスとそのコントロールに関する科学と知識に基づいた q 1 1親ガイドラインに一般原則を適用する方法をさらに明確にすることを目的としております。規制当局と業界のコンセプト に関する明確化とコンバージェンスを促進するために16個の質問と回答が含まれております。q 1 1親ガイドラインの代わりではなくサポートとして使用することを意図しております。また一般原則適用の理解を促進するために開発されました有用なディシジョンツリー も含まれております。特定の出発物質を正当化するために、少数の原則を選択するのではなく、提案されました出発物質の選定と妥当性において、ICH-911 の全般的原則が考慮されることが重要です。提案されました出発物質が一般原則のすべてを満たさない場合、 その出発物質の妥当性をさらに説明すべきであります。ICHQ11 の Questions and Answers の文書の適用範囲は ICHQ11 の親ガイドラインの適用範囲に従います。その主眼は合成原薬です。バイオテクノロジー応用医薬品及び生物起源由来医薬品に求められます具体的な考慮事項を考慮して記載してはおりません。 また、え、Q11 の親ガイドラインと、クエスチョンズアンサーズの両方の文書は、承認申請添付資料に適用することを意図していることに注目することが重要です。これらは製品ライフサイクルの臨床開発フェーズに直接適用するものではありません。指針は、原薬等登録原簿でありますマスターファイルにも適用されます。マスターファイルに 提出されます、え、情報は、i s h q 1 1親ガイドラインと、え、Q11, q Questions and Answers の文書に準拠することが想定されます。Questions and Answers の文書の指針は、Q11 ガイドラインと一貫しており、その指針を指示することを目的としております。既に承認されています、申請資料、バタは、マスターファイルに、 訴求的に適用することを目的としたものではありません。しかし、原薬製造プロセスまたはその管理に重大な変更が提案された場合は、本ガイドラインを考慮する必要があります。一つの製造業者の合成のために受け入れられる出発物質は、 それが i c h q 1 1ガイドラインに従わない限り、異なる製造業者の合成には受け入れられないことを認識することが重要です。このスライドは i c h q 1 1に記載されていますように、出発物資の選択に関する一般原則をまとめたものです。これらの一般原則の全文は、このトレーニング資料の付録1に記載されております。 製造業者は特定の原則または選択された原則の集合に焦点を当てるのではなく、原材料の選定と妥当性の全ての一般原則を考慮する必要があることに注意することが重要になります。提案されました出発物質が一般原則の全てを満たしていない場合は、出発物質が適切であると考えられる理由を説明する根拠を 申請書に含めるべきです。最初1、一般的に製造プロセスの開始付近で起こる変更は、原薬の品質に影響を与える可能性が低い。2つ目、製造工程で不純物がどのように形成されるのか、また提案された管理戦略が原薬製造プロセスに適している理由を理解するには、原薬製造プロセスの十分な部分を承認書に記載する必要があります。 これには通常、複数の化学変換ステップの説明が含まれます。三、原薬の不純物プロファイルに影響を及ぼす製造工程は、通常3.2.4.2.2説に含まれるべきです。四、収束合成の各分岐は、一つ以上の出発物質から始まります。ICHQ7 に記載されています GMP 規定は、出発物原料の、えー 最初の使用から始まるプロセスに適用されます。五、出発物質は定義されました科学的性質及び構造の物質でなければなりません。これらは通常分離された化合物でなければなりません。六、出発物質は重要な構造断片として原薬の構造に含まれ、組み込まれます。続きまして、一般的な原則を適用する際の重要事項を説明します。 一般的な原則は、製造プロセス及び原薬中の不純物の生成、挙動及び除去の理解を前提としていることを認識すべきです。この情報は規制ファイルに含まれることが期待されます。ここで、挙動とは不純物は反応して化学構造を変えるかどうか、除去とは不純物は結晶化、 抽出等を通して除去されるのかどうかを意図しております。変異誘発性不純物の生成、挙動及び除去は合成薬物物質にとって重要な考慮事項となります。パイロット規模操作などの製造プロセス減薬調査では、減薬の品質を保障するために必要な作業条件についての知識を提供する必要があります。このスライドは ICS911 の一般原則に 取り組むために考慮すべき考慮事項を説明することを意図しております。原薬の製造工程に関して、不純物が工程中でどのように生成し、各製造工程を変更した場合に不、不純物の生成、除去及び除不純物の生成、挙動及び除去に対して、どのような影響を及ぼすのか、また提案された管理戦略がなぜ原薬の製造工程に、 適切であるのかを規制当局が理解できるように、原薬の製造工程を承認申請添付資料に十分に記述する必要があります。製造業者は原薬の不純物プロファイルに影響を及ぼす製造工程のステップを特定することが推奨されます。原薬の不純物プロファイルに影響を及ぼす不純物の供給源である製造工程は一般に出願の セクション4.2.2の製造プロセスまたはマスターファイルの記述に含まれるべきです。この状況の例外は不純物が残っている場合です。911で使用されている不純物の説明についてはこのプレゼンテーションの後半で説明します。原薬の不純物プロファイルに影響を及ぼす不純物の起源である製造工程が特定された後、申請者はその過程の 直前の工程を見なければなりません。原薬の不純物プロファイルに影響を与える不純物の発生を防ぐために注意深く管理する必要のある製造工程もまた、セクション 4.S.2.2 に含まれるべきです。例えば、プロセスパラメータが厳密に制御される必要がある場合、または原薬の不純物プロファイルに影響を与える特定の不純物を除去するためのユニット操作を 組む製造工程も含めるべきですこの練習を行った後、潜在的な出発物質が最終製材物質から、最終薬剤物質からの少数の化学変換工程である場合、出発物質はこの点のさらに上流の一つ以上の製造工程に定義されるべきです。これはプロセスが GMP 条件下で十分に制御されていることを保証するためです。 S.2.2 に含める製造工程数を検討する際、申請者はそのリスクを軽減するための総合的な分析方法。例えば、物理的及び科学的分離と検出原理の異なる方法などを含む管理戦略を提案することが、このスライドは、不純物が非変異原性及び変異原性不純物について、原薬が 不純物プロファイルに影響を及ぼすと考えられる蒸気の域値に関する情報を提供します。不純物が薬物物資の不純物プロファイルにいつ影響するかを決定する域値は、それらの不純物の毒性に依存します。非変異原性不純物につきましては、不純物プロファイルに影響を与える不純物の域値は、ICHQ3A で定義される不純物の同定限界であります。 変異原性不純物につきましては、ICHM7 共用限度の30%の変異原性不純物が原薬の不純物プロファイルに影響を及ぼすと考えられる育地としての役割を果たします。医薬品中の不純物がこれらのレベルを超える場合、その不純物の生成を担う製造工程を特定する必要があります。これは原薬の不純,不純物プロファイルに影響を与える製造工程です。 具体的な原薬中の不純物は製造工程において変形されている可能性があります。原薬の不純物プロファイルに影響を与えるステップは原薬の不純物全区体の供給源となります。複数のステップに持続する類人物質に関します重要な考慮事項を示します。先に述べましたように原薬の不純物プロファイルに影響を及ぼす製造工程を含めることを除いては 初期の製造工程で生じ、原薬に残留するか、または持ち越される不純物の場合があります。それ自体で原薬の不純物プロファイルに影響を及ぼさない他の製造工程にわたって、原薬、またはその全区体中の不純物が、え、運ばれる状況では、これは持続する不純物と考えることができます。この場合、持続する不純物の原因となる製造工程は、セクション S、 2.2に含める必要はありません。この概念は後の例で説明されます。このスライドは q 1 1親ガイドラインの例4を示しております。皆さんには i c h q 1 1ガイドラインの付録の例4を検討することが推奨されます。この例ではエナンチオーマー不純物が製造プロセスのステップ1で生成され、 識別域値を超えて薬物物質中に生じる不純物の供給源となります。この不純物は、えー、薬物物質の不純物プロファイルに影響を及ぼし、複数のステップ、この場合はステップ2及び3にわたって、えー、持続する不純物の例になります。原薬の不純物プロファイルに影響を与える他の不純物は、えー、工程の製造工程4及び 5及び6に由来します。持続する不純物の概念は、キラール不純物に限定されないことに留意することが重要です。911の一般原則によりますと、新請者は最初に、不純物1が工程1から生じ、原薬の不純物プロファイルに影響を及ぼすため、化合物 A を原薬の潜在的な出発物,物質と考えるべきです。 しかし、製造プロセスのステップ2及び3は、原薬の不純物プロファイルに影響を及ぼす不純物を導入しないし、制御管理内で注意深く制御する必要もありません。共造異性体不純物、不純物1は、Q、Q&A 5.8に記載されているように持続する不純物の例です。この場合、申請者は、管理戦略内で原薬中の えナンチオマは不純物のキャリーオーバーを制御することを提案することができます。この場合、D が出発物資として受け入れられます。また、実施例4は不純薬物物資の不純物プロファイルに影響を与える不純物が工程1及び3及び5 に由来する異なる状況を示すために変更されています。この特定の場合には、エナンチアオーマー不純物は、依然として、持続存続する不純物であると考えられます。しかしながら、製造工程3において、不純物2が生成されますので、D はもはや、適切な出発物質ではなく、出発物質は D の上流、例えば C のように定義さ、定義されるべきです。 また次の実施例は工程の製造工程1、2、3において不純物が生成される状況を説明されるために再び改変されています。この状況では不純物1はもはや不純物が存在しなくなります。なぜならプロセスのステップ2及び3もまた原薬の不純物プロファイルに寄与しているからです。この場合 A は 適切な出発物資と考えられます。出発物資を選定する際の変異原性不純物への取り組みについて説明します。原薬の不純物プロファイルに影響を及ぼす製造工程を検討する際のもう一つの重要な側面は、原薬中の変異原性不純物の起源です。承認申請書添付ファイルに出発物資を定義する目的で ICHM7 の 許容限度の30%を超えて減薬に移行する変異原性不純物が減薬の不純物に影響を及ぼすと考えられていることを ICH-911 の Q&A の文書では明確にしています。これらの不純物を生成するプロセスにおける製造工程は減薬の不純物プロファイルに影響を与える工程になります。さっきの実施例で説明しました残留不純物の例外は 変異誘発性の不純物にも適用できます。製造工程における変異原生の可能性のある不純物を同定するためには、ICHM7 ハザード評価要素を使用して、減薬中の変異原不純物の持ち越しのリスクを決定することが推奨されます。これには、減薬の中で持ち越される不純物の評価と、減薬物質からの減薬製造工程で使用されます 試薬及び中間体の評価が含まれるべきです。これは承認申請書添付資料ファイル中の提案されました出発物資の上流工程の評価を必要とする場合があることに注意してください。試薬及び中間体は原薬の不純物プロファイルに影響を与える可能性がある場合は変異現性について評価する必要があります。すなわちそれらが原薬の ICHM7 の 許容限度の30%を超えて発生する場合になります。また、え、出発物資を選定する際の変異原生不純物への取り組みについての続きの説明です。え、中間体中の市販の原材料、または不純物中の不純物の変異原生を評価する場合、製造業者はリスクベースの推論を使用して、 え、許容される一日許容量の30%を超える薬物物質の持ち越しのリスクを評価することができます。原薬がそれ自体遺伝毒性であり、進行癌の適用症の治療を意図している場合、それら変異原性不純物は ICHQ3A の同定域値を超えない限りは原薬の不純物プロファイルに影響を与えるとは考えられません。前述しましたように、持続する不純物の考えは 概念は製造工程の出発物資を選択する目的で変異原性不純物にも適用可能です。ICH-911 の一般原則では変異原性を誘発する試薬を含む全ての手順は申請書のセクション S.2.2 2に含まれていることを推奨していません。一般原則及び Q&A 文書は変異原性不純物の持ち越しのリスクに関して出発物資を定義する際に考慮すべき考慮事項を記載しています。 製造工程の出発物質が Q11 の一般原則に従って定義されますと変異原性不純物のキャリーオーバーのリスクに影響を及ぼすプロセスの変更は ICHM7 のガイドラインを考慮する必要があります。Q&A の5.6に基づく市販されている化学物質と化学カスタム合成された化学物質の区別について説明します。<laughs> Q11Q&A には 市販されている化学物質とカスタム合成された化学物質の区別についての詳細な定義も記載されています。ICH911 ガイドラインは市販の化学物質が適切な出発物質であることを明確にしており、一般原則に従って選択の妥当性を示す必要があります。<laughs> 製造業者は、時々市販の出発物質の意図された定義を出さない出発物質を提案しています。 このスライドは商業的に入手可能な出発物質が非医薬品市場における商品物質として販売されている化学物質であることを明確にすることを目的にしています。クエスチョンアンサーでは、医薬品製造業、製造者の要求に自社で準拠した化学物質が市販の化学物質の定義を満たしていないことも明確にしています。 同様に医薬品製造業の外部から製造されたが、製造者の要求に従って製造された化学薬品は、市販の化学物質の定義には合致しません。購入可能な医薬品でありますが、唯一の使用が医薬品原薬の製造のためのものであっても、市販の原薬の定義には合致しません。提案された出発物質が市販の化学物質の定義に含まれていない場合、その出発物質の適合を 性は一般原則のすべてを参考にして正当化されるべきです。続きまして、ケーススタディの紹介に移ります。以下のスライドは、これまでに説明しました q 1 1の一般原則及び概念の多くを例示する二つのケーススタディが含まれています。特定の数の合成ステップが十分に考慮されるかどうかを示唆する意図はありません。 またデータや正当性を提示する特定の方法を規定することも意図しておりません。ここのスライド22とありますが、これはスライド23に訂正をお願いします。ケーススタディー1は、えー、Q&A と d ィ c ジョンツリーを用いた合成経路と、えー、出発物資の説明になります。 ケースサディ1は実際の例に基づいておりますが、機密性を保護するために構造が文字に置き換えられております。このスキームは一連の原材料入力から始まる収束的な合成プロセスを示しております。この場合、申請者は青色で強調され、強調表示されました三つの出発物質 A、B、G を提案しました。 プロセス中の中間体は黄色い四角で示されております。出発物質 A 及び B はプロセスの初期に導入され、最終中間体 F が達成されるまで複数の反応ステップ及び単理が存在します。最終段階で中間体 F を第3の提案出発物質 G とカップリングさせます。 出発物質 G は、それ自体を化合物 O 及び M からの複数の化学変換で製造します。ステップ8はエナンチオーマー的に孵化した L、ラセミを得るためのラセミ体 M の分割からなります。ケーススタディ1での不純、減薬中の不純物について説明します。 この表は、原薬に潜在的に存在する不純物、それらの制御方法及びその、それらが由来する工程をまとめたものです。ケーススタディに関連する情報を要約する方法として使用されます。申請者がそのようなテーブルを作成すべきであることを伝えることは意図しておりません。不純物1は、ステップ6で、えー O から N への変換に由来します。これはパージすることが困難であり、原薬の至るところで複数のステップにわたって存続する変異原性の不純物です。申請者は原薬ではなく、中間体 G における ICHM7 許容限度以下に制御することを提案しました。その他の不純物はすべて非変異原性であり、ICHQ3A 識別域値を超えた原薬で、 特定されています。不純物247、248及び9は全てプロセスの最後の2ステップに由来し、提案された出発物質のいずれの不純物も由来しますせん。不純物3は出発物質 A の4ステップ上流に由来します。不純物5及び6は出発物質 B の2ステップ上流に由来します。 これらの不純物の全ては識別域値を上回る活性物質に引き継がれ持続する不純物と考えられます。不純物7は原薬の軽微なエナ,エナンチオマーであり、ステップ8の分解,分解に由来します。それはまた提案されている出発物質 G に特定されている不純物であると考えられます。変異原性不純物1に関します考慮軸を説明します。 このスライドは変異原性不純物位置の制御と提案された出発物質の選択への影響についてのより詳細な考察に入ります。申請者はどの原材料、中間体及び不純物が ICHM7 に沿って変異原性であるかを決定するためにリスク評価を実施しました。不純物 I は突然変異、誘発性であると判定されました。追加の対象なしに不純物 I1 は 30%ICHM7 共用限度を超えるレベルで薬物中に存在することが判明しました。したがって、不純物1は Q&A5.7 に定義されていますように、原薬の不純物プロファイルに影響を与えると考えられます。不純物1はステップ6から生じ、4つの後続ステップを経て原薬に入ります。ステップ7において、 さらなる影響を与える不純物が形成されませんので、不純物1は持続する変異原性不純物であると考えられます。Q&A5 ポイント12下が沿って、プロセス記述に変異、誘発性不純物を含む全てのステップを含める必要はありません。従って申請者は化合物 G 中のその全区体を ICHM7 許容限度以下、すなわちそのガイドラインの選択肢2に合致する許容限度 許容基準で制限することによって、不純物1のレベルを制御することを選択しました。d e c i s i 3のパート1は提案します出発物資の化学構造の観点からの評価に焦点を置いております。次の2つのスライドは Q&A 文書の付属書1の d e c ジョン3がどのように提案された出発物資のどれが受け入れられるかを決定するために役立つ方法を例示しています。 それぞれのボックスには考慮中のコンセプトに関連、関する、関連する Q&A の相互参照があります。ディシジョンツリーの最初の部分は、提案されている出発物質 ABG の構造要素を評価します。構造が合成スキームから削除されているため、このプレゼンテーションではこの部分について詳細に議論することはできません。しかし、一般的な原則について議論することは可能です。 1> 第1の決定ボックスは、所与の出発物質が科学的性質及び構造を定義しているかどうか否かを問うています。資料 A, B, G、すべてこの原則を満たしています。第2のボックスは、所要の出発物質が重要な構造フラグメントとして原薬の構造に組み込まれているか否かを質問します。再び3つの出発物質はすべてこの原則を満たしています。 各出発物質の大部分は原薬の最終構造に含まれています。3番目のボックスは特定の出発物質が ICHQ11 で与えられた定義に従って市販されているかどうかを質問し Q&A5.6 すなわち既存の医薬品以外の市場でさらに商品として販売されているもの提案された出発物質 ABG いずれも本申請書に、申請者によるこの基準を満たすことは証明できませんでした。この最終的な質問に対する答えが異例であることを考えると、ディシジョンツリーのパート2を考慮すべきです。ディシジョンツリーのパート2は、どの製造工程が原約 DS と称し 約しますが、の不純物プロファイルに影響を与えるか、適切な出発物質を選択する際に十分な製造プロセスが g m p 化で実施されているかを判断することに焦点を当てて考慮します。第一の決定ボックスは提案されました出発物質の上流工程が原薬の不純物プロファイルに影響を与えるかどうかを尋ねています。スライド23の表に 例示されますように、提案されましたすべての出発物資の上流工程で生成された不純物が、原薬不純物プロファイルに影響を及ぼすことが実証されました。しかしながら、これらはすべて不純物として考えられることも示されました。第二のステップ、考慮すべき次の要素は、原材料の不純物プロファイルに影響を与える不純物の発生を防ぐために、提案されました各出発物資の直近の上流工程を慎重に管理する必要があるかどうか、 または上流工程に不純物を管理する単位操作を与えるか、加えるかどうかです。例えば、先の化合物を出発物質として定義することを避けるために、さもなければ影響を与えるであろう不純物を除去するための生成工程を加えることは許容できません。反応ステップの性質に基づいて、この三つの不純物、すべてに対する、この質問に対する答えは、えー、いいえ、でした。<laughs> 第3のステップ。最終的な考察は、少数の化学変換工程のみがそれぞれの提案された出発物質と原薬との間に含まれるかどうかです。出発物質 A 及び B の両方と原薬との間には5つの化学変換が存在します。しかしながら提案されています出発物質 G はわずか1ステップです。従って申請者は 出発経路を合成経路の早期の点に再定義することを要請されました。これは G の合成経路または供給業者に対する将来の変更に伴うリスク及び非 g m p 製造から生じる可能性のある汚染を軽減することに役立ちます。これらのリスクには放出試験に使用される分析方法によって検出されない不純物または汚染物質の存在が含まれます。 g m p 化での追加の手順を実行し、それらを文書に記述することで、管理戦略が有効であり、有効物質の品質が製品のライフサイクル全体にわたって適切なものであることを確実にすることができます。また申請者は、どの上流化合物を出発物質として選択するか、例えば、広範囲の可能性のある不純物を検出するように設計された分析方法を含めることを決定する際に、 日数緩和のための他のアプローチを検討することもできました。次のスライドは、最初に提案されました出発物質 G から G について I 及び J への出発物質を再定義することとなった合成経路を示します。化合物 H 及び G は現在中間体とみなされております。工程7、9及び10で生成された不純物は 原薬の不純物プロファイルに影響を与えません。ステップ6及び8で生成されました不純物は後工程で容易にパージされず、したがって不純物が残ると考えられたために原薬の不純物プロファイルに影響を与えます。その結果 o び、O 及び M を出発物質として使用し、I 及び J は許容可能であると考えられました。この場合、出発物質 I、J と原薬との間には、3ステップ、 があり、これは十分であると考えられました。しかし、スライド21に記載されていることを繰り返し述べるならば、これは三つのステップが常に十分と考えられることを意図するものではなく、与えられた出発物質と原薬との間に少なくとも三つのステップが必須であるとも、必須でもありません。決定はケースバイケースで行わなければならず、実行される科学の性質、合成の 全体の合成経路及び Q&A 5.11で説明されている原則に依存します。事例研究には、桜見る模擬資料のリンク先 PDF に基づいていますが、桜見るに使用される合成が大幅に変更されていることに注意してください。構造 ICHQ11 Q&A の具体的な側面を例示するために、これらのトレーニングスライドの目的のために使用してください。このケーススタディは桜木書類と合わせて読むことを意図したものではなく、推論することも意図しておりません。このスライドは C9 と呼ばれる原薬を製造するための合成経路を示しています。この合成経路に関する興味深い特徴は、6つの共有結合形成ステップからなるプロセスを含み、原薬は円ではなく有利延期です。 C3 及び C5 の中間体の2つはスキーム中のカッコで示されているように単にされていません。原薬は2つのキラル中心を組みます。1つのキラル中心は購入される β アミノニトリル化合物 C2 に由来します。第2の中心は化合物 C6 を製造するために高度に立体選択的な感化反応を介して工程用において形成されます。第2のキラル中心は機質制御下では 工程用において、ジアステリオマー、選択的に導入されます。注目すべき他の重要なことは、この例のステップ3及び5で使用されたメチル及びエチルクロロホルメートの両方が API の重要な構造フラグメントを構成しないので、試薬とみなされます。この表は ICQ3A、同定液値を超える原薬の非突然変異、誘発性不純物に関するデータ、 および提案されました出発物資に導入されてもよい変異原性不純物またはプロセスの後期データを要約したものになります。と少し説明は省略します。<laughs> 次の31のスライドで減約中の不純物について説明します。 C9D1 の構造はベンジル性窒素において反対の立体配置を有するジアステレオマーであり、ステップ4の管下の際に形成されます。C9D1 は非突然変異誘発性の不純物であり、1.0%すなわち同定域値を上回る薬物物質仕様で特定されています。 したがって、この不純物は、原薬の不純物プロファイルに影響を与えると考えられ、不純物が由来する工程であります。ステップ4は、原薬に影響を及ぼす工程と考えられます。C6 は、合成ステップ4で製造された中間体で、ICHM7 の許容限度の30%を超えて、原薬中に生じやすく、原薬の不純物プロファイルに影響を及ぼすと考えられる突然変異誘発性不純物を組みます。 次に市販されている商品、ベンジルブロマイドを用いた紹介です。C8 は、ベンジルブロマイドは非医薬品市場において市販されている商品です。これは重要な構造断片であり、合成の最後の段階で導入されます。したがって C8 は出発物質として供与されます。また、市販されていない化,化学物質のケース紹介になります。 C3 及び C5 はいずれも市販されていない化学物質、またはカスタム化学物質であるため、ICH-911 一般原則、911Q&A 明確化に従って評価する必要があります。しかし、非単理中間体は通常適切な出発物質とは見なされません。また、ICH-911 の原則といたしまして、C7 は出発、受け入れられる出発物質になるだろうか、 それは製造工程における最後の化学中間体であり、したがって出発物質として選択された場合、複数の変換ステップは記載されません。さらにとりわけステップ4が原薬の不純物プロファイルの影響を及ぼす不純物を生成する C7 の上流の工程があります。C7 の提案は g m p 化での製造プロセスを十分にもたらしませんので、C7 は出発物質として受け入れられませんでしょう。 えっと、911の原則から C6 は受け入れ可能な出発物資であろうか、C7 のように原薬の不純物プロファイルに影響を及ぼす不純物を生成する C6 の上流にステップがあります。ステップ4は、えー、ベンジル製実装で必要なステレオ選択性を確保するために制御される重要なステップであることに留意されて、C6 の提案は g m p の下で十分な 製造プロセスをもた,らもたらさない可能性がありますので C6 は出発物質として受けられません。また C4 は受け入れ可能な出発物質であろうかということですが、原薬の不純物プロファイルに影響を与える不純物は、この中間体の上流または上流に由来しません。エナンチオーマーはベンダーの使用に従って C2 で制御され、 共同及び除去の研究は、それが原薬中の ICHQ3A の識別位置より十分に低く除去されていることを示しています。さらに C4 の上流工程は、この化学物質の品質を保証するために注意深い制御を必要としません。適切な純度を確保するために特別に加えられたユニット操作も加えておりません。C4 の提案は、セクション4.2.2に含まれる 複数の科学変換ステップを提供します。従って C4 は出発物質として起用されるであろう。この物質のエランチオマーがインパクトレベルで原薬または原薬まで運ばれた場合、この不純物は複数のステップにわたって存在する不純物とみなすことができ、C4 は依然として供養できますが、他の911 原則に従って正当化されていることを条件とします。このスライドは、えー、ケーススタディ2の結論を示しており、ここでは赤いボックスに表示された2つの出発物資が許容可能であるとみなされました。C8 は市販、えー、の出発物資です。C4 は Q&A に外接されている出発物資を決定するための i c h q 1 1一般原則に準拠したカスタムの出発物資です。 最後に、このスライドの目的は、コモンテクニカルドキュメント CTD のセクション S.2.2 に記載されています、合成化学構造、合成化学製造プロセスのための適切な出発物質の選択をサポートすることです。適切な出発物質の選択は、科学的及びプロセスの知識及び理解に基づいています。申請書に出発物質を提案する際には ICHQ11 の域地、 で、ICH911 の関連ガイダンスとそれに付随する Q&A を全て考慮する必要があります。あの、最後になりますが、あの、このスライドは、えっと、ICH のホームページに掲載されますております。ICH911Q&A のえトレーニングマテリアルとして ICH のホームページに掲載されています。このスライドの作成にあたりまして、 日米欧の当局、企業の皆さんとあのディスカッションを行いましてトレーニングマテリアルを作成しました。またあの、このトレーニングマテリアルの説明するナレーション付きの動画を ICH のホームページにこれから作って入れていくようなことをあの準備しております。えー、っと、最後になりますが、えー、ありがとうございました。カムサハム、カムサハムニダ。